例に、こちらの紙を持って必要なこちらのコイルに音の電気信号を持った電流が流れることで発生した磁界と、この中に磁石がネオジム磁石が入ってます。人差し指が磁界の向きで、そうなんだよ。これもう一個ね。あ、消えたじゃん。下の方消えなかったから、こんな感じ。あ、くって消していいってこと？そうそうそう。焼き切っちゃったら、焼き切っちゃった。これを、このエナメル線をここに引っ掛ける。ここに？そう、固定させる。火使うときは、紙類をちょっと端の方に置いてください。引火する可能性があって。あ、そっか、そもそもかな。これ耐火だから。確かに。こっちの方が弱い。100度までとか、のんきに見てた。本当はね、本当はおすすめできないんだけどね、こういうやり方。でもこれ以上、なんていうか、これ以上の簡単な方法はなくて。だから裂いてあげて、こことここが接触しないようにっていうふうにします。だからここピッても裂いちゃっていいです。そう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 、ピッて。そう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 、そうすればもうここがくっつかなくなるから。結ばないように気をつけて。これ？そう。怖い、ゆり怖い、ゆり怖い。音楽を出すと今その、シリが発動しました。あ、聞こえた。いいっすね。おー、聞こえます。いや、なんか音楽を聴いてます。はい。